ハリネズミ、かわいいと言われていますが、これ通り食べながら越していますね。食欲がもうすごいですよね。食欲がもうえげつない。見てください、うんこしながら食べめてます。これを可愛いと思うかどうかはあなた次第。どうなんでしょうね。確かにね、起きてる時はね、可愛いところがあるんですよね。でもほとんど寝ています。夜行性の動物なんで仕方ないですが。ほとんど寝て、餌を用意するとものすごいがっついてきます。そして食べる食べる食べる、食べたと思ったらうんちする。しかもうんちの量が食べた量より多いんじゃないかとたまに思うぐらいすっごい量のうんちするんですね。めっちゃ食ってます。はい、食べてます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 、めっちゃ食べてます。このね、ハリセンスピネアが大きいんですよ。自分の手の上の、手のひらの上に乗るぐらい大きいんですね。あ、というか、どの小さなもんでも手のひらの上には乗るか。手のひらの上に乗るとはみ出すぐらい。手の、自分の手のひら、大人の手のひらからはみ出すぐらい大きいんですよね。人間年齢にして、50歳ぐらいなのかな、2年半ぐらい、2歳半です。だから50歳ぐらいなのかな、5年ぐらい、長くて5年生きるっていう動物ですからね。まあ、しかし食べる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 食べますわ。で、うんちする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 、うんちします。うんちと、食べることとうんちすること以外、あまり興味がないみたい。お、残していきましたね。どこに行くんでしょうね。はい。もう、おやすみモードです。今夜の10時半です。今から活動するモードのはずなのに、夜行性の動物ですからね。しかし部屋の隅、食べてうんちして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 部屋の隅、
食べてうんちして部屋の隅。なかなかカメラアクション難しいですね。カメラゲットしたばっかりなんで、食べてうんちして部屋の隅、食べてうんちして部屋の隅。まあね、ほとんどね一年中これを繰り返しますわ。まあハリネズミ、これがハリネズミっていう感じですかね。ではでは。